素晴らしき日曜日をやってみたいと思います。よろしくお願いします。素晴らしき日曜日は1947年公開の日本映画です。監督は黒澤明、主演は沼崎勲、中北千恵子。本作は地味な商品と評価される傾向にあり、また終盤の音楽堂の場面での実験的な演出ばかりクローズアップされる傾向にあります。しかし主役である2人の若い男女の心情を細部まで理解すると隠れた名作であることがわかります。当動画ではあらすじを追いつつ2人の心情を詳細に解説し、本作の真髄に迫ります。あらすじと解説。戦争の傷跡が残る1947年、昭和22年の東京、2月16日の日曜日、商船電車のとある駅で恋人の雅子を待つ雄三は足元に落ちていた吸い残しのタバコを拾い吸おうとしますが、現れた雅子がそれをたしなめます。雄三と雅子は毎週日曜日にランデブー、デートをする習慣でしたが、二人の所持金は合わせてたったの35円でした。現代の貨幣価値に換算すると100倍の約3500円に相当します。また待ち合わせの駅はこの後の展開から推測すると新橋と思われます。雅子は入場無料の建売り住宅展示場へ行くことを提案します。10万円の住宅は2人にとっては高嶺の花でした。雅子は家具の配置を想像し、雄三と一緒の生活の夢を語ります。しかし雄三は、俺たちはスカンピンなんだぜ、もっと現実的にならなきゃダメだよ、夢で腹は膨れないと取り合おうとしません。雄三は戦前、雅子と一緒にベーカリーカフェを開業することを夢見ており、ヒアシンスというお店の名前も決めていましたが、招集のために挫折し、さらに肉親を失って天涯孤独となったことから自暴自棄になり、しきりに塞ぎ込むようになっていたのです。雄三はそんな夢よりも今は二人がどうしたら一緒に暮らしていけるかを考えるのが先決問題だよ、結局はうちだよ、二人が二人っきりでいられる場所が欲しいんだと言うと、雅子を抱き寄せようと迫ります。わかります。雄三はいつの時代でも共通の典型的な若い男性ですね。それはもう彼女としたいでしょうし、そのための場所も欲しいですよね。またお金を持っているイコール男としての価値が高いという方程式を男性は一般的に持っていますから、どんどん惨めになっていくわけです。するとそこへ闇屋風の男が現れ、連れの女と今見てきた安い鹿島との比較を話し始めました。雄三と雅子は男から鹿島の場所を聞き出すと早速向かいます。しかし鹿島の受付の男は、部屋の環境は劣悪、家主は陰険であると言い、しかも家賃の600円に権利金の2000円は2人に手が出せる金額ではありませんでした。塞ぐ二人の前では子供たちが野球をして遊んでいました。すると雄三の顔はパッと明るくなり、おいおじさんにも打たせろよと子供に混じりバットを構えます。雄三の打球は大きく饅頭屋に飛び込み、潰れて売り物にならなくなった饅頭を10円で買い取る羽目になります。所持金は残り25円になりました。この野球の場面から雄三はもともとは快活な性格であったことがわかります。また饅頭を潔く買い取るお金に対する潔癖さと正義感を持っており、これは後のキャバレーでもらったお金を不労者に押し付けたり、ダフ屋に文句を言ったり、ミルク代を乗せたカフェに憤慨したりといった行動につながっています。雅子は雄三のズボンのポケットからこぼれ落ちた名刺を拾います。それは雄三の戦友で、現在は西銀座でキャバレーを経営する瀬川の名刺でした。雅子は、ねえ連れてってよと提案します。二人で出向いてみると想像以上の高級なお店でした。雄三は一人で店内に入り、瀬川への面会を申し出ますが、みすぼらしい雄三の身なりを怪しんだ支配人は
厨房の奥へと案内します。雄三は残飯やお金をねだる不老者と間違われたのでした。雄三は厄介払いにとお金が入った封筒を支配人から手渡されますが、そのお金を厨房にいた先客の不老者に押し付け店を出ます。結局瀬川には会えずじまいでした。雄三と政子が上野の町を見下ろせる高台のベンチでお弁当を食べていると、不老子が近づいてきて、結びが食いてんだ、一つくれよと十円札を差し出しました。政子はお金はいいのよとただでおにぎりを手渡しました。雄三は不老子の身の上を心配して話しかけますが、人のことを心配するより自分のことを心配しろよと切り返されてしまいました。そして不老子は政子に、姉ちゃん毎日どれくらい稼ぐんだい、戸屋はどこ、縁故かと言います。二人はひどく心を痛め、その場を離れました。不老子に会って二人がなぜここまで心を痛めたのかが分かりにくいと思います。縁故とは上野の隣町である繁華街の浅草公園ロックのことです。雄三と政子の身なりがみすぼらしいこと、そして雄三よりも政子の方がお金を持っているように見えることから、不老子には政子がロックのダンサー、そして雄三は政子の紐に見えたのだと思います。そう考えると、不老子が2人に見せた態度や雄三と政子の心情表現との辻褄が合います。2人は気を取り直して上野の動物園に入ります。所持金は残り23円になりました。すると雨が降ってきました。2人は公園の東屋で雨宿りをします。政子は映画館に行くことを提案しますが、雄三は俺んとこの下宿へ来ないかと誘います。同居している雄三の友達は今日は夜中まで帰ってこないというのです。困った政子は、ねえそれより私ん家へ来ないと提案し返しますが、雄三は政子の家族がいるからと反対し、あくまでも自分の下宿へ誘います。ここは分かりやすいですね。連れ込もうとする男とガードする女の構図です。窮した政子は東屋の柱に貼られた東京公会堂でこの日行われるシューベルトの未完成交響曲の演奏会のポスターを見つけます。未完成交響曲は2人にとって初めてのデートで訪れた演奏会で聴いた思い出の曲でした。今から急いで電車に乗れば開演に間に合うことや、所持金をはたけば10円の B 席を2枚買えることが分かり、2人は雨の中を急ぎます。この上野の西郷さんの坂から上野駅、そして有楽町の駅から日比谷公園に向かう街並みは現代でも面影が色濃く残っていて、なんだか嬉しくなりますね。しかし公会堂の券売窓口では2人の前に並んでいたダフ屋たちが B 券を買い占め、15円で売り始めました。激高した雄三は10円で売れとダフ屋の一人を殴りつけますが、袋叩きにされてしまいます。雨足はさらに強くなりました。雄三は途方に暮れ、僕は帰る、君も帰れよと別れを告げましたが、政子はこんな気持ちじゃ帰れないわと雄三の下宿までついてきました。本作では雨が重要な役割を果たしています。黒沢映画で雨といえば七人の侍のクライマックスの戦闘シーンが有名ですが、七人の侍では激しい死闘の演出として雨が使われていますが、ストーリーに対して雨が必然的で絶対に外せない要素であるとは言い切れません。しかし本作の雨は2人の陰鬱な気持ちを表す演出として使われているだけではありません。雨だからこそ2人は雄三の下宿に向かうことになったわけであり、ストーリーに対して雨が必然的で絶対に外せない要素となっています。これは大雨を降らせることで駒十郎と澄子の口喧嘩を必然的なものとした小津安二郎監督の浮草と同じ演出であり、どちらの作品も優れた映画は雨のシーンがキーポイントになるという良い見本になっています。浮草の解説動画を投稿しておりますので、ぜひそちらも合わせてご視聴くださいませ。
ここで喉を潤させていただきます。さて、本作で最も重要な雄三の下宿のシーンとなります。おそらく黒沢監督が本作において最も力を入れたのが、このシーンにおける男女の心情の変化だと思いますが、残念ながらその進化が視聴者に理解されておらず、間延びして長すぎると評価されることが多いのがとても残念です。そこで当シーンの雄三と政子の心情を詳しい解説いたします。雄三はダフ屋との喧嘩で痛めた腕をさすりながら押し黙ってしまいました。政子はお茶でも入れましょうかと声をかけますが、雄三は断ります。この場面、雄三は政子を押し倒そうかどうかを悩んでいるのではありません。ここまでの今日のデートは、雄三はお金がないからこそ政子を幸せにできない体験、政子をがっかりさせた体験を山ほどしてきました。お金がないから環境が劣悪な鹿島でさえ借りれない、戦友の瀬川を訪ねても相手にされない、不老時には紐だと勘違いされる、根を吊り上げられたチケットが買えない。雄三はお金がない自分が心底から惨めに思え黙り込んでしまったのです。雄三は野良犬だよ俺は、つくづく嫌になったんだ、こんな惨めな自分がと悔し涙を流します。そして、まーちゃん、僕には君だけなんだぜと言うと、雄三の目つきが変わり、政子の体を求めようとします。雄三が政子の体を求めたのは、いくらかは自分の欲求を満たしたいという思いももちろんあったでしょうが、ダメな自分から政子に逃げられたくないという思いが強く湧き上がったことが衝動の最も大きな原因であると思います。部屋の鍵をかけようとする雄三を政子は、いやよいやと激しく拒んで、帰る私と絞り出すと雨の中へ飛び出してしまいました。政子には戦後の当時に主流となっていた女性の低層思考によって、未婚の状態で体を許したくないという気持ちもあったでしょうが、私には政子にはもっと深い理由があったと思います。政子は初めて体を許すなら、負債で自暴自棄になっている雄三ではなくて、戦前のベーカリーカフェの開業を目指していた頃の快活な雄三を望んでいたのです。部屋に残された雄三は政子に見捨てられたと思い、何もかも失ってしまった自分に途方に暮れ、ふて寝をしようとします。ところが隣の電気屋のスピーカーから大音量の音楽が流れてきて、眠れなくなってしまいました。すると雄三は政子が忘れ置いていったカバンから覗く子熊のマスコットを見つけ、ハッとします。雄三はマスコットを手に取ってしばらく見つめると、大切そうに政子のカバンの中に戻しました。雄三は政子がまだマスコットを持ち歩くようなうぶな生娘であることに気づいたのです。これを境に雄三は政子の気持ちを深く考えるようになります。するとドアが開く音がしました。政子が戻ってきたのです。見捨てられたと思っていた雄三は政子の姿を見て驚きます。政子は観念したように雨で濡れたコートを脱ぎ始めますが、泣き崩れてしまいます。政子は深く落ち込んだ雄三を助けられるのは自分しかいない、そのためなら自分の体を捧げることも厭わないと思って戻ってきたのです。しかしいざ雄三を目の前にすると、気持ちの整理がつかなくなり、感極まって泣き崩れてしまったのです。雄三は、分かったよバカだな、いいんだよ、よく分かったよまーちゃんの気持ちと優しく声をかけて政子をいたわります。けなげな政子の姿にもらい泣きした雄三は、どうにか彼女を元気づけようと本来の快活さを取り戻していくのでした。すると雨が止みました。もう一度町へ出かけてみようや、お茶でも飲もうよと雄三は笑顔で切り出します。この言葉を聞いた時の政子の表情が最高に可愛いです。グッときますね。
いかがでしょうか。このように2人の心情の変化を詳細に理解すると、よくこんなに濃いシーンがたったの20分に収められていると思われませんか。再び街に出た2人はベーカリーカフェに入り、所持金の残りの大部分である20円を使うつもりでコーヒーとお菓子を注文しました。2人はささやかな幸せを感じますが、感情書きを見て驚きます。お代は20円のはずでしたが、コーヒーにつけられたミルクにも10円の価格が載っていたため、合計30円になっていたのです。雄三は抵当として自分のコートを店主に預け、憤慨して店を出ます。雄三は雅子に、おい、ヒヤシンスをやろう、二人で。あんな店叩き潰すためにも、安くて良心的な店を作る義務があるんだ、と力強く宣言します。雅子は、素敵、昔の雄三さんが帰ってきたわ、と大喜びします。二人は焼け跡の空き地をベーカリーの予定地に見立て、間取りや内装、メニューなどの夢を語り合います。この場面は冒頭の住宅展示場の場面と対比になっています。二つの場面で雅子は全く同じことをしているのですが、雄三の態度が正反対になっていますね。またこの場面で雅子は女房手製の可愛いお菓子と言いますが、これは雅子が雄三と一生を添い遂げることを完全に決めたからこそ出る言葉です。つまりこれは女性から男性に対する無意識のプロポーズなのです。これまで雅子は漠然とゆくゆくは雄三と結婚するものだと思っていましたが、復員後の塞ぎ込む雄三の姿を見て、いくらか結婚に不安を感じていました。ところが雄三が昔の夢のある姿に戻ったのを見たことにより、この人に人生を預けようと心が座ったのです。ヤジ馬が集まってきて恥ずかしくなった2人はその場を去り、公園で満月を見ながら仲良くブランコを漕ぎました。月の砂漠の口笛を吹く雄三に雅子はハミングで合わせます。夫婦初めての共同作業は口笛とハミングのアンサンブルでした。形だけの儀式めいたウェディングケーキ入刀よりもずっと素敵ですね。そして2人が向かったのは夜の野外音楽堂でした。君は夢が描けるね、未完成交響楽を聴かせてあげる、と言うと、雄三はステージに上がり、オーケストラの指揮者のように腕を振り始めます。しかし音楽堂には強い風の音が鳴るばかりでした。雄三は不安な気持ちで夜空を見上げます。客席の雅子は拍手をし、何度も雄三を励まそうとしますが、それでもオーケストラの演奏は聞こえず、雄三はとうとうステージの縁に座り込み、うなだれてしまいました。雅子はステージに上がり、本作を見ている観客に向かって涙ながらに訴えます。皆さん、お願いです。どうか拍手をしてやってください。世の中には私たちみたいに貧乏な恋人がたくさんいます。そういう人たちのためにどうか皆さんの拍手を送ってください。これは本作において最も有名な第四の壁を破るという演出です。フィクションである劇中の登場人物が現実世界の観客に呼びかける手法ですが、当時としては実験的で画期的な試みでした。観客の拍手が聞こえてきた雄三は立ち上がり、観客に向かって頭を下げます。雅子は泣きながら、ありがとうございます、と観客にお辞儀をします。すると二人の耳にオーケストラの調律の音が聞こえてきました。雅子はカバンの中に入っていた網棒を雄三に手渡します。雄三が網棒のタクトを振ると、未完成交響曲が美しく鳴り響くのでした。感極まった雅子は指揮をする雄三に思わず抱きつきます。二人は抱擁し、熱い口づけを交わしました。そして雅子のカバンからは子熊のマスコットが雅子を温かく見つめるのでした。子熊のマスコットは親友の雅子が幸せになってさぞ嬉しかったことでしょうね。
夜遅く2人は駅のベンチに座って電車を待ちます。この場面での2人の表情が示す心情を解説します。無言で浮かない顔をする雄三は、楽しかった日曜日が終わってしまったこと、そしてまた来週の日曜日まで雅子に会えないことを憂いているのです。これはこの次の場面で雅子にまたこの次の日曜日と言われた際に、雄三の表情がパッと明るくなったことからわかります。一方雅子は泣いていますが、これは一週間の別れの辛さからではありません。それはこの次の場面で雄三に、じゃあおやすみと言われた際に、雅子が満面の笑みを浮かべたことからわかります。結婚を完全に心に決めた女が、これまでの人生を振り返り、これからの人生を想像して感極まって泣いているのです。この短い言葉のキャッチボールと、それに伴う2人の表情の変化がとても良いです。黒沢監督がなぜ自分を演出とクレジットしているのかがわかる名場面ですね。電車に乗って帰る雅子を見送った雄三は、足元に吸い残しのタバコが落ちているのを見つけますが、それを踏みつぶし、晴れ晴れとした顔で遠ざかる電車の影を眺めるのでした。素晴らしき日曜日、それは雄三が夢のある人生を取り戻した日曜日、そして雅子が雄三との結婚を心底から決めた日曜日でした。当チャンネルでは今後も黒沢映画をはじめとした古き良き映画を解説していきます。チャンネル登録をされて続編の動画を首を長くしてお待ちくださいね。